どうも皆さんこんにちは。オーダースーツ M2 ブランドの大野と申します。今回はですね、紫色のシャツを使ったおすすめのコーディネートをご紹介したいと思います。それでは早速ご紹介させていただくんですけれども、こちらですね、チャコールグレーのうっすらヘリンボーンが入ったスーツに淡めの紫のシャツ、そして濃いめの紫のドット柄のネクタイを合わせたコーディネートになります。まあ、紫色のシャツ自体がそんなにお持ちの方って多くはないと思うんです。やっぱり白だったり、まあ、サックスだったり、まあ、いってピンクとか、まあ、お持ちの方いらっしゃるでしょうけど、なかなか紫のシャツっていうのはそんなに多くないと思います。なので、まあ、初めてねチャレンジしていただく、まあ、コーディネートとしてはやっぱり同色系トーンを合わせて V ゾーンをねやっぱりコーディネートしていただく、これが一番入り口としては入りやすいかなと思います。そして、まあ、淡い濃いに関わらず、まあ、濃い方が目立つんですけども、やっぱり紫色自体がこう、花のある色というかね、ちょっとやっぱり、こう、パッとしますんで、その分、外と言いますか、スーツは、おとなしめにね、濃いめで、まあ、柄もおとなしめ。そして、V ゾーンの明るさで、ちょっと華やかさをね、演出していくというような感じのコーディネートにしています。やはりこの紫色というのはね、ちょっとまあ先ほども言いましたけど、ちょっと華やかというかね、大人っぽいと言いますか。まあそんな感じなので、まあ今のちょっとこのコロナ禍と言われるご時世ではちょっとはばかられるんですけれども、まあもうちょっとね、おとなしくなってくれたら、例えばちょっとしたパーティーシーンとか、まあ会食とか、まあそういうね、華やかなシーンに、まあこういった紫色を使ったコーディネートというのは、すごく理想的なんじゃないかなと思います。もちろん普段のビジネスシーンでも問題あるようなコーディネートじゃありませんし、いつもはちょっとおとなしいコーディネートなんだけれども、ちょっとねたまにはこういう華やかなコーディネートもいいかなというような感じで、コーディネートのレパートリーに加えていただけたりもしたら、まあこうやってね動画撮らせていただいてる身からしても、まあ嬉しいことなのかなと思います。まあぜひともね一つの参考にしていただいて、まあ、紫のシャツもいいかなと、まあ思っていただけたら幸いだと思います。ということでですね、今回は紫のワイシャツを使ったおすすめのコーディネートをご紹介させていただきました。この動画が参考になったという方はチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。